はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ココアです。今回も第五人格やっていきたいと思います。ということで、コケ村ですね。いや、編成めちゃめちゃいいです。編成かなりいいので、オフェンスいるな。まあ翻弄振るか。まあね、本当は指名手配とかに振りたいところではあるんだけど、悩ましい。閉鎖抜くか。閉鎖抜いて配給壁抜いて指名手配に振るか。結局ね、上下無常ってあれなんですよね。何が嫌かって忍耐力がないから、あんまり翻弄が生かされることがそんなにないっていうのが、まあ、弱点だと思うので、まあ今回は翻弄抜いていきましょうか。さあ、それではやっていきましょう。マップはコケ村ということで、対戦よろしくお願いいたします。でね、義士は2階建てどうせ湧くと思っていたので、2階建てね、船か、まあ、船湧くって分かっていたので、まあ、今回はね、翻弄は抜きま、閉鎖は抜きましたね。義士ねえな、あ、いた。アスレとかに湧くんだったら翻弄でね、閉鎖入れといた方がいいんだけど、まあ、義士は基本船だからな。ロボ出してないような気がする。さあ、コス通りして、ロボ出てんの。ちょっとここら辺にワープしてみるか。まれてた。オッケー、ロボ出てない気がするけどな。だって出してたら船さすがに反応するだろう。締め手配させた。いや、出てるわ、マジか。まあいいや、手配刺さってんなら。ピリと無理か。あ、ボールかなり使ったので、これは基本的には多分無力化できたと思う。オフェンスは、どこでいじってんだ。やべえ、それ外したのくすいてやろう。OK。 あ、船上だ、マジか、分からんかったな。船上だけ、船上今回し中。起こされた。救助には来るってことだよな。いや、無傷渋いけど、まあいいや、許容範囲内か。OK。 よし、ナイス。切れるよ。オッケー。これあれしたか、特大にいるか。入んなかったけど。オッケー、ダウン取れればいいや。さあ、そうなったら救助に来るのは基本的にはまあオフェンスだと思うんだけど、ロボの耳鳴りがダールい。あ、オフェンスじゃねえや、あれなんだよ、あいつが来ると思うんだけどさ、心理学者。うわー、気持ち強いな、こう見ると。
ディディ、まあいいや、こっちのやろう。ここ守りたい。オッケー。船上守りだ。ぶっちゃけ船上さえ守っとけば、もう負けることはまずないんだけど、あと1割だからね。難しいよね。でもまだ回復回してんだよな。回復しないのかな。とりあえず船上で待機するしかないよな。気になりはするんだよ。どこにもいない。潜んでない。わからない。いた。よーし、ナイス。いや、船上最強。対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきたいと思います。マップは中華街ということで、まあバッツかな。追うのどうしようか悩みどころではありますが、狙っていこうかな。バッツでもやっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。見たら倒さないんだ。もう一周する気か。オッケー、もう一周する気だね。あれ持たれちゃうんだよね。ボール、このルートだと。いや、引かれないか。また一周すんの。スターありか。まああとフラフォーこれで消して、鬼没でダウンが無難なのかな。オッケー、安定だね。地下ある、完璧。救助来ないんじゃないかな。来るか救助。もう来てるとか。でかっ。フラコ使った。全然いい。わお。最悪。まさか泥玉が響くとは思わなかった。でかい、ナイス。回復してないだろうな、さすがに。ああ、してないね、よかった。
押してたらちょっと嫌やった。ふふふ、生まれた。それが狙いです。もうちょいタイミングを遅らせればワンチャンあったな。救助狩りも、回復場所を当てたい。いた。回復してない。してるよ。あれ、まだフラフ残ったっけ。さあできるだけ寄せましょう。これ寄せられさえすりゃ結構勝ちまで持っていけると思うんだよね。よし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 、これでかいね。かなり美味しい。終わりぐらい進んでるしね。9割か。いやー、この時点で見つかってんのかなりきついと思うけどね。よーし、完璧。いいね、綺麗だ展開が。これね、寄せられたのは結構でかかったな。 OK、 それでもまだした。かまねそれ。うまい。よし、さあ、いとこが釣ってしまいましょう。まあ、4釣りにはこだわらない主義なんで。ここの地点で見慣れしないってことはゲート開けてないのか。あ、いや、下開けてんな。さあ、向こうからも来るぞ。うまいよな、みんなそのあれに合わせるの。よく合わせられるよ。OK、 対戦ありがとうございました。